まあ、彼ポイントとしてはローポインター 2.5 点という、まあ、ポイントなんですけれども、まあ、その相手のハイポインターを止めるっていう気持ちをいつも持ってて、もう本当にプレーに対しては強気のプレーをいつもしていますよね。だから負けん気が強いっていうところがあって、まあ、すごくそれがいい面で出ていますよね。初めて見た時からももうその才能が見えてましたね。基本的に相手がやっぱり格上だったりすると おじけづいたりして部分があるんですけれども、まあ、彼はそういうプレッシャーを逆にいい方向へ変えられる選手なんじゃないかなっていうふうに僕個人としては思いますね。はい。